去を離れ旅立つのでち。人間の世界、地上へ。思ったことは口に出ちゃうよ。嘘はつけない。困った人は放っとけないよ。なんとかしたい。ちっちゃなことが見逃せないよ。くよくよしちゃう。これって単なるおせっかいね。でもやめられない。夢から覚めてまた夢見てるよ。おかしいよね。人間は僕たちを見つけると捕まえて解剖するという話でち。怖いでち。想像しただけで痩せそうでち。でも僕は行かなくてはならないのでち。なぜなら地上にはめちゃくちゃ美味しいスイーツがいっぱいあると知ってしまったからでち。辺りに人影はないようでちね。ここが地上でちか。まずはミッションクリアでち。いらっしゃいませ。とうとうお店の中でち。ゴールは近いでち。目があったってことは向こうも私を見てたってことだよね。よくわかんない。もう優香って恋愛の話になると全然ダメだよね。男子苦手だからな。っていうかみっちゃん最近男子の話多くない？多い。それメガネアラちゃんこそ部活の話ばっかじゃん。
困ったな。どこに落としたんだろう。何も見えない。どこに行ったのかな。あの、これ落としました？あ、僕のメガネ。ありがとう、助かったよ。さすがだな、ユーカ。相変わらず困ってる人磁石だよね。ユーカちゃんと一緒にいると必ず困ってる人に会うもんね。もう変な呼び方しないでよ。スイーツを食べ過ぎて太ったせいでち。なんだろう、喋ってる生き物。まずいでち。こんなところを人間に見つかったら捕まって解剖する。具合はどう？地面にはまってたみたいだからスコップを買ってきて掘り出したの。ここは私の部屋。あの、言葉通じてるよね。もしかして助けてくれたんでちか？うん、まあそうなるかな。僕を解剖しないんでちか？解剖？しないよ、そんなこと。ありがとうでち、ありがとうでち。この恩は一生忘れないでち。それで、あなたは一体何者なの？僕でちか？僕は！え？キャー！裸でち！レディの前で塗り恥ずかしいでち！あ、着ていたものなら汚れてたから洗ってる。まずかった？もぎゃー！もう僕に行けないでち！ごめん。お詫びと言ってはなんだけど、これぴったりでち。かっこいいし気に入ったでち。よかった。ありがとうでち。私の名前はゆうかだよ。ゆうか、ありがとうでち。ゆうか、僕は地底からやってきた地底人でち。すごい、地底人って本当にいたんだ。ユーカ！ユーカは僕の命の恩人でち。だからユーカのそばで恩返ししたいでち。そんな大げさだよ。私、誰かを助けるのって割と慣れてて。お願いでち。僕をここに置いてくださいでち。ユーカの役に立ちたいのでち。わかった、ここにいていいよ。ありがとうでち。僕頑張るでちよ。あなたの名前って？あ、僕の名前はカンナマカロン焼きでちよりの生きるんです、でち。え、じゃあ地底人だからちーちゃんでいい？うん、なんか可愛い響きでちね。わかったでち、ちーちゃんでいいでち。ゆうか、よろしく。
しくね、ちーちゃん。デンジそれでね、ちーちゃんの部屋なんだけど、このはしごの上のスペースを使ってもらおうかなって。面白そうデンジ。あ、待って、まだ言ってないことが。わーい。チャオコミックス大好評発売中だよ。